ミスター・レディ・ミスター・マダムは1978年のフランス・イタリア合作のコメディ映画。監督はエドアール・モリーナロ、出演はウーゴ・トニャッチとミシェル・セローなど。ジャン・ポアレ原作の舞台劇、ラカージュ・オ・フォールを映画化したもので、ポアレ自身が脚色に加わっている。続編として、ミスター・レディ・ミスター・マダム2とミスター・レディ・ミスター・マダム3ウェディングベルが作られた。また、 本作のハリウッドリメイクとして、バードケージがある。フランスのサントロペにあるナイトクラブ、ラカージオフォールのオーナー・レナートと、店の花形にして、アーマンドの長年のパートナー、ザザコとアルバン。レナートには、20年前に、運命のいたずらで授かった息子ローランがおり、アルバンも、母親代わりとなって、彼を育ててきた。ある日、レナートは、大学から、 久々の帰省してきたローランから同級生ルイーゼとの婚約を報告される。喜ぶレナートだったが、ルイーゼの父親は不道徳を許さない、保守派の政治家というから大変。こんな生活を見られては、台無しと、レナートたちは普通の家族を演じるべく準備に取りかかる。声優は、テレビ初放映時のキャスト、ロッテントマトズによれば、 21件の評論のうち95%に当たる20件が高く評価しており、平均して10点満点中7.82点を得ている。第37回ゴールデングローブ賞において、外国語映画賞、第4回セザール賞において最優秀男優賞を受賞した。第52回アカデミー賞において、監督賞、脚色賞、衣装デザイン賞の3部門で、 ノミネートされた。ありがとうございます。